遠藤運ぶ、すぐに戻った千葉、富樫が対応、遠藤祐介、一度出したギブス、ロシタ、ロシタの3、いいですね、しっかり決めましたね、チャンスも用意しましたね、ドライブからオートブロック、比江島そこを見ていました、ただ拾い直し、レイオから富樫、来た、9対3に広がります、これショットクロック10秒切った、あれはケビンにはギブスがつく、さあ田口、この人も外からのシュートがある。ここで晴山だ、残り1秒で打ってきた、決めた晴山ケビン、いますよね、はいはい、このリバウンド、ここは大丈夫、竹内中使ってロシター、ファールもらってバスケットカウントです。マイケルパーカー、田口がうまく渡す、パーカーバスケットカウント、まあ、富樫選手がいない今、はい、一番ここはやらしちゃいけないところですね、はあはあ、自由にやらせて、さあこれ4点差、今宇都宮の流れだったんですが、またやや点差が開きました、遠藤そこを断ち切って、これ決め切ります、渡辺運びます、ロシターがピックに入ろうとする、逆サイドを使ってきた遠藤のスリーポイント、いや千葉としてはここは打たせたくないですね、はい、最初のところ以外のこれリードということになります、ロシター、おお、またこれで点差広げます、50点、でここで これはさすがのうまさを見せましたライアン・ロシター、さあこれ今、そして比江島打てない、残り5秒、ターンした、下がりながらフェイドアウェイ、決めた橋本康介、そうですね、もうこれ以上離されたくないので、はい、そうですね、本来使いたくないですけど、動き直し、小野も打てない、無理やり打つ、リバウンドよく取ってバスケットカウント、4人です、どうした、どうした、押し掛けバスケットカウント、残り6分16、17点差、あーこれもファールなくターンオーバーになりました、本来やりたいバスケットではなかったんですけど、あのしっかりシュート決めましたね、下がってこちらも返しました遠藤祐介、アラシュータから三つ目です、残り45秒、ソフトクラブ残り5秒、上から三つ目よ、千葉対宇都宮の準決勝第1試合になりました。